ブラジルのマウナスは他のブラジルの大都市ほど犯罪率は高くない。しかし、ピラニアや電気ウナギ、アナコンダなど危険な生物が数多く生息しているアマゾン川近くに位置しているため、ちょっとでも間違えば死に直面することとなる。エチオピアのダロルは灼熱の地、年間平均気温は約34度、最も暑い時期は約47度となり、かつては人が住んでいたという。さらに、地下水は塩分濃度が高く、毒ガスが発生する間欠泉もあるという、まさに危険極まりない土地である。北センチネル島はインドに属する島の一つ。ここには先住民が住んでおり、その性格は敵対的であり、極めて攻撃的。外部からの侵入者が攻撃を受けて命を落とした例もあるほど危険な場所です。最近もこの島に上陸したアメリカ人宣教師が攻撃を受けて命を落としました。カメルーンにあるニオス湖は火山活動が盛んで二酸化炭素が地下から漏れ出ています。湖水爆発により出た二酸化炭素は空気よりも重いため、その一帯が酸素不足により窒息することになります。実際に過去、湖水爆発により多くの家畜や人命が失われたと言われています。シリアは世界で最も危険な国の一つとなっています。空爆や食料不足、過激派による拉致の危険性があり、危険な国と言ってもいいでしょう。